グリエルモ・ペペは、イタリアのイタリア統一運動時代の軍人、愛国者である。イタリア統一運動の初期にあたるナポリ革命で、活躍した。グリエルモ・ペペは1783年2月13日、当時ナポリ王国の領土であった、カラブリアのスクイラーチェの貴族の家に生まれた。グリエルモは22人もの兄弟の末っ子で、フロレスターのペペに代表される兄たちは皆、軍人であった。 そのため7歳の時には、幼年軍人学校に入学し、1799年からは、ヌンツヤテラ軍人学校で、本格的に軍事についてを学んだ。その後、フランスに渡ると、フランス軍に入隊し、ナポレオン・ボナパルトや、ジョアシャン・ミュラの下で軍務に服した。1813年には、ナポレオ王国に戻り、陸軍元帥となって、軍隊の再編成を支援した。 1815年の百日天下の際にはには、ジョアッキーの一世として、ナポリ王位を維持しようとするジョアシアン・ミューラにつき、オーストリア帝国軍と戦った。また、陸軍元帥であった間、ペペは憲法の制定や、外国依存からの脱却を政府に対し求めていた。1816年、ウィーン体制の成立に伴い、シチリア王国とナポリオ王国が合併し、 両シチリア王国となると、ペペは一時的に軍隊を引退した。しかしわずか一年後には両シチリア王国軍の将校として軍務に復帰し、山賊への対応に当たっていた。それと、並行して大都市フォッチャーに赴いた際には、カルボナリと接触し、メンバーにこそならなかったものの憲法制定の必要性やフェルディナンド一世の先制政治への批判など、 意見を共に思祖の関係性を維持した。1820年7月1日にはノーラで、カルボナリの党員ルイージ・ミニキーニ司祭が、両シチリア王国軍機兵連隊を率いて、放棄を決意し、それを宣言する。共鳴したペペはためらった後自らの師団を率いて、それに参加し、共に一団を主導して、されるのに移動。軍事力を持って、首都ナポリを脅かし、それにより、 フェルディナンド一世にナポリ憲法の制定を無欠で約束させた。これをナポリ革命と呼び、放棄に軍事的実力を付与したペペはその功労者であった。しかし1821年、ライバッハ会議と呼ばれる会合のためルブラナに集まっていた新生同盟諸国の代表に対し、フェルディナンド一世は革命政府を裏切って革命勢力を倒すため自身への助力を訴えた。 封建主義的なオーストリア帝国がそれに名乗りを上げ、5万人に及ぶ兵士をナポリに派遣。それに対し革命政府は徹底抗戦の姿勢を見せた。1821年3月7日から10日にかけては強行領利益と隣接するアントロドーコで、グリエルモペペ及び戦争大臣、ミケーレカラスコサ率いる革命勢力側とヨハンマリア・フィリップ・フリモント・フリモント率いる。 オーストリア帝国軍が衝突するリエーティアントロドーコの戦いが起きた。これはイタリア統一運動における初めての大規模な武力衝突であり、大国に対しペペ引きる軍勢は歯が立たずに敗走する。その後はナポリに戻るも防備を立て直せず、ヨハンマリアフィリップ・フリモント・フリモントは3月24日にナポリ入場を果たし、これにて革命政府が倒れた。 ナポリ革命の失敗の後、ペペはマドリード、リスボン、ロンドン、アムステルダム、パリなどを転々とするが、その一方で、ヴィンチェンツォ・ジョベルティ、フィリッポ・ブ・オーナローティ、ジュゼッペ・フェッラーリなどと交流を持ちイタリア統一を志すようになる。フェルディナンド2世により、恩赦が出されると1848年に帰国。1849年には、 ダニエレ・マニンに依頼されサン・マルコ共和国防衛の指揮官の一人を務めた。しかし、オーストリア帝国軍に敗北しサン・マルコ共和国が崩壊した後はパリに逃れ、晩年はトリノで過ごした。ありがとうございます。